ボールが、はい、が OK ボールです。あ、そうですね、よく言うこういう OK ボールの握り方なんですね、はい、これがもう本当ベタなんですけど、でチェンジアップっていうのはすごく難しくて、はい、こうやって投げたらダメなんですよ、はい、こうやって投げなきゃいけないんです。こうやって肘が先に出ちゃダメってことなんですか、はい、こう手首が寝たとき、手首が寝たらダメ、寝たらで肘、手首寝るってことは肘が前に出ちゃうんで、はい、その時って球がこういう球になっちゃうんです。ただのあ、こういう軌道になる。チェンジアップ行きますって言って投げちゃってるんです、はい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 、ではなくてストレートと同じいかに意識をするかっていうだけなので、はい、いつも基本ベースはストレートと同じ変化球だけ、あのチェンジアップの握りだけして腕の振りは全部ストレートです。チェンジアップ行きます、